日本東京都渋谷区桜川課町桜川課町は東京都渋谷区の町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は150-0031。渋谷駅のすぐ南に位置する。1970年の住居表示実施により消滅した旧町名の大和田町を町域に含み町内にある渋谷区文化総合センター大和田や 同施設と渋谷駅を結ぶ富士エクスプレスの路線バス、大和田シャトルなどに、9丁名の名残が見られる。かつては、小建て住宅や個人商店が多かったが、1980年代に、入ると、マンションが増え始めた。1964年東京オリンピック開催に、伴い、国道246号の上部に、首都高速3号渋谷線が開通し、 オフィスビルや飲食店をはじめとした商業地化が進んだ。町内には渋谷インフォースタワー、セルリアンタワー、渋谷区文化総合センター、大和田などの構想ビルが建設され、渋谷の新たな IT 拠点ともなっている。セルリアンタワーは東京急行電鉄本社跡地に建設された再開発ビル、渋谷区文化総合センター大和田は旧大和田小学校の跡地に建設され、 地域の避難所にも指定されている。渋谷駅から西口歩道橋を渡ると桜通りと呼ばれる桜並木の坂道があり、毎年桜の季節になると通行人の目を楽しませている。この桜は道玄坂のイベントで使用したものを道玄坂から譲り受け移植したもので桜並木となる以前は柳が植えられていた。2006年には 渋谷桜フェスタ2006が開催された。地域のイベントとして、毎年3月には桜祭り、7月には七夕祭り、9月には桜川丘秋祭りが開催される。2023年度の完成を目指して、2.6ヘクタールに及ぶ大規模再開発が行われている。さらに、 桜通りを含む隣接エリア2.1ヘクタールの再開発事業も予定されている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。